おはようございます。おはようございます。今日はどちらへ？今日はあの逆流を見に、命の危険のある逆流を見に行きます。昨日飲みすぎてきついっす。はい、ここはハイニーシーザン。はい、はい、あれは去ること2年前ぐらいでしょうか。もっと前だと。あれもっと前、うん、見に行ったんですよね。6年とか17年とかで、あの時の逆流って、うん、膝下30センチぐらいの、そう、ちょろ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 な逆流だったんですよね。本当はもうザパンザパンだもんね。そうっすよ、命の危険がある。だ今日はもうあの僕らはこの通り、はい、あのもう雨具は持ってるし、着替え、それからライフジャケット、3時間ぐらい待つから漫画、おやつ、いっぱい持ってきてますから。ちょっと今運転手さんに説明受けたんですけど、あの地元の白タクの人から地元民しか入れない特別なスポットがあるって聞いたんで、騙されていくべきか、それともその一番ね、あのここっていう観光地のところに行くか、今すごく悩んでます。 A 観光地、 B 地元民のスポット、さあどっちにする？どっちにする？英雄たちの選択で、どっちにします？英雄、ヒーロー。どうしようかな。でもさ、うん、ワンちゃんあの僕ね、うん、多分そんなでもないと思うんですよ、今回の逆流も。だから失敗しちゃうのもまあ面白いんかなと思いますけど。まあその失敗前提で。どうせチャプチャプでしょ。どうせじゃないよ。どうせ国がアラート出してるぐらいの。あ、そうなの？そうよ、今回は。で結局どっちにします？英雄の選択は。答えは B です。B ということは地元民のスポットに行く。B だったっけ？はい。ああ、これはなぜそっちにしたんですか？まあ野生の勘です。ドライバーさんの服見てください。波ですよ、波。もう波浪警報みたいなシャツ着ちゃって、もう波が来てます。これはもうザブザブですね。ザブザブです、絶対に。よし、じゃあもう B 行きましょう。はい、地元民の選択を信じる。結構険しい道のりですよ。これはやばい、大変な。お、木の実。おっと、お、ご覧ください、仙洞湖です。仙洞湖来ましたね。この静かな川がこれから1時間後2時間後に地獄の景色に変わっていくわけです。ちょっとなんか食べよっか。俺これおや、もぐもぐタイム。俺これ食べてみたいんだけど、食べたことある？いいじゃないですか。あるある、それあの忍法名物。甘いよ、入ってる、甘いよ、はい、うん、食レポ。ポタポタ焼きみたいなやつかな。いや、なんかパイみたいな。パイ？あ、そういう感じ？うん、何それ。これ多分、あ、まあ、まあ、これでいいのか。じゃあ、行かせていただきます。はい、うん、え、どんな食感なの？柔らかい？ もちもち。へー、うん、はちみつパンみたいな味だね。ちょっと食べさせて。はい、決して美味しいもん。帽子チェンジしました。日焼け対策バッチリ。もうおじさんなんでね。じゃあちょっとこの奥さん餅食べてみたいと思います。うん、決して美味しいものではございません。でももちもちしてて癖になる。うん、漫画も大量に持ってきましたんで。この人多分原哲夫さんに憧れてない？
花の刑事っぽいよ、絵が微妙にディスってるかもよ。あ、そう、あ、でもちょっと、あの、長谷部さん、え、ありますよ、ちょっとお色気ページが。あ、そう、はい、もしかしたらワンチャンありえるかも。ありえるかもしれない。青年誌、少年誌ではない可能性が出てきましたよ。ちょっとね、水面がざわつき始めてるんですよ、完全に。もうこれは予兆が見て取れますね。人もざわつき始めてますよね。これは人もざわざわしてるし、すごい人。これ見えます、ここの水平線のところ。もう見えてきた、ザバザバザバが。これ真っ白なんですよ、実は。これね、水平線が全部波、逆流してます。お、あれは中継ヘリまで飛んでおります。すごい、来ました。さあ迫ってきました。すごい、すげえ。おお、いや、やばかったね。あの、安全第一なんで、あの、今こうしていられることが何よりも嬉しいです。じゃあこれからはカニ麺を食べに行きたいと思います。はい、はい、こちらの方が、あの、メインです。はい、はい、車に揺られ1時間ですよ。はい、逆流を見終わった後も、あ、ごめん、ちょっと僕お腹空きすぎて、い、あの、胃酸が逆流してるんですけど。うまい。着いたけど、これお昼休みっぽいな。あ、くん、みんこんです。よかった、やってる。このカニのやつ。カニ？どれだ？あれでいいカニ？那两个小青蟹面吧。一百的那个五十五的。五十五的。嗯。两个。あるじゃないですか。もちろんスイカもある。スイカ違う。何がいい？ファンタじゃないのここは。セブンアップもうまそうだね。じゃあペプシで。なんじゃい。なんじゃい。ペプシで飲んでるじゃん。いや、うまそうじゃんこれ。見てくださいこれ、めちゃくちゃうまそう。あ、すいません。ペプシ。あ、それでは、うん、逆流お疲れ様です。メインブラック。あ、今日は違うわ。うん、交通規制がかかってて、うん、2キロ歩かされた上に、うん、さっき逆流待ってる間も喉カラッカラ、2時間ぐらい炎天下で待ってたんで。お店もないしね。命の水です。販売店もないし。命の水です。だから普段は飲まないけど、砂糖いっぱいのものを飲んでます。もうカニラーメン専門店ですね、さっきのを見る限りは。そうね、あと、いろんなのあるんだ実は。カエルもいるんだ、うん、カエル、魚。結構ね、インスタ映えを狙ってる感じもあるよ。明らかに明らかに。これでもさ、うん、カニ麺頼んだんですけど、うん、スープってついてんの？ついてない。あの、スープなしの、そう、混ぜそば系ってことね。そういうことです。カニ混ぜそば。カニの味噌とカニを炒めた時に出てくるこの風味がですね、油と一緒になっていい感じです。聞いただけで誰よが逆流してくる。胃酸も逆流してくる。さっきなんか持ってきたやつって何なの？これ酢。あ、酢、うん、米酢。あ、もう浙江省の米酢、特産品ですねこれ。割となんかいつもさ食べてるやつより薄いね。そうですね、米の酢。米酢だからか。そうかそうかそうか、なるほど。チンコクルスとはちょっと違った。いいっすね。とりあえずね、ここは人が今いない状態なんですけど、まあ雰囲気がいい。なんか電気も、これあの自然光です、ちなみに。これ電気つけてないです、自然光のみで。この差し込むオレンジの光がカニの赤をのさらに温度を上げるというか、
色温度を上げて、あと厨房から漂ってくるこのカニのいい香り、うん、ちょっと町中華屋さんの匂いするよね、うん、するするのよ、本当にこのお店、あとこの瓶の飲み物とか、おおすごい、うわー、ほかんすごいです、すごいのが来ました、これはね必見ですよ、これは来た方がいい、すごい、これは何でしょう、これをちょっと後で事務所さんにレポをしてもらいましょう、楽しみでございます、カニ、シシエリベルリベルシシエ、あ、ちゃんとね、うん、このカニ割りのツールまでついてますよ、しっかり、これでもどうやって使うの、あ、こうか、じゃあロバート・カニーロさん、あ、違いました、あの上海事務所さん、そろそろ、はい、食べたいと思いますが、いかがでしょうか、じゃあちょっとこれも入れた方がいいのかな、見てください、撮影開始、じゃあ食べてみたいと思います、食べてみたいと思います、いただきます、うん、カニのこれ何ですか、甘み、カニの甘みが口の中にふわっと広がりますね、そしてこの麺がしっかりしてるから、その 甘みをがっしり受け止めてですね、口の中で戦いが うまさの戦いが起き上がってます、うん、カニもうまい、うん、ね、カニを食べるとね無口になるっていうぐらいですからね、これうまいからやっぱり無口になっちゃうんですよ、カニをねどん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 食べていくとどん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 無口になって、まあ、静かなもんですよね、それぐらいうまいですよ、まあ、静かさイコールうまさみたいな感じね、うん、そしてうまし、うまし、撮影終了だそうです、え、どうなの、うまい、撮影抜きにしてちょっとこう混ぜて食べて、あ、うまい、じゃあ私もいただきたいと思います、ちょっと甲羅を、あ、玉ねぎが入ってニンニク風味も効いてそうですね、うわあ、とろみがすごい、ほら純粋に麺がうまい、これはね、マジでうまいと思う。じゃあ、いただきます。いただきます。うまっ！うまいでしょ。麺がうまいんだ、まず。そして、その後にカニの風味が。これもう、一口目ですけど、もう97名以上の決定です。これ、うまっ！じゃあちょっと辛みを入れて、うん、これね、なんて言えばいいんだろう、辛い方がうまい、なんかこの甘みがあるじゃん、カニの、でそれがこの、でもね、これ入れてもからし入れても全然甘みがしない、これはやばい、絶対来た方がいい、これはね、僕今までのラーメン市場でおすすめするナンバー3に入ります、あと僕ちょっとね、あの撮影してたから時間経っちゃいましたけど、ちゃんと温度もあったかいよね、素晴らしい、やっぱり鍋で一個一個調理してるから、もう本当に今日はこのために来たなって感じですね、え、本当に来てよかったね、うん、野球流も見れたし、もう今ね、実はこの入れるところから入って防波堤の中で待ってたんですけど、
公安の警察の方が来て注意されました。入っちゃいけないらしいです。この川べりまで行っちゃいけないって言われちゃったね。もうこれは焼け食いするしかないかな。じゃあ、はい、あ楽園を追い出されました。質楽園です。じゃあ俺役所工事で。あ、じゃあ僕も役所工事